ケイコの運送業を展開しております、合同会社もてなし便の椎根翔です。本日はですね、麻布十番で、打ち合わせがありました。運動不足解消のため今、新橋まで歩いております。ということで今東京タワーの下に来てるんですけども、約35年ぐらい前私この辺に住んでおりました。生まれて約23ぐらいまでいたのかな。でちょうどこの東京タワーの真下の目の前の公園です。今ちょっとというかコーチがなんか入れないんですけど、ここでですねよく水遊びしてですね、魚釣りしたり、魚ってもね大した魚いないんですけど、船とかいたのかなちょっと覚えてないですけども、ザリガニだとか、ヤゴとか、あと何、水すましだったかな、なんかそういうようなのを捕まえて遊んだ記憶がございます。そしてですねこの坂を下る途中のところにですね、昔はおでん屋さんがいてですね、そのおでん屋さんに、まあ、僕らまだ、ね、小学生低学年なんでお金ないんでね、おでん買えないんで、おでんの通をですねなんかご馳走してもらった記憶があります。おでんの通はタダだったってね、なんかそんな記憶があります。ということで、懐かしさを感じながら新橋まで歩きます。よろしくお願いいたします。